皆さんこんばんは。中川瑠璃、小学3年生の8歳です。よろしくお願いします。今日瑠璃はバスで小樽から札幌までお母さんがお仕事だったので一人でバスに乗ってきました。えらい。なんですけど朝に事故が起きて、それは昨日充電したはず、携帯を充電したはずなんですけど充電がちゃんと刺さってなくて、充電させられてなくて朝気づいてずっと充電してやっと電源がついたんですけど、すごくそれが大事故でした。どんまい。今日対局はスノーフレークリマインドです。聞いてください。